お疲れ様です。お疲れ様です。皆様新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。本日はですね、2023年最初の動画ということで、DJ 三崎さん、ヨッシーワイザーさんにお越しいただいて、早速新年の DJ プレイをしていただけたらなというふうに思っております。まずはヨッシーワイザーさんの方からプレイしていただきまして、その後 DJ 三崎さんにプレイしていただいて、という形で2023年も素晴らしい音楽と共に歩いていける一年になるようにという意味を込めて、最高のプレイをしていただけたらなというふうに思っておりますので、本日はよろしくお願いいたします。はい、では早速ヨシワイザーさんプレイお願いしたいんですけれども、実はどういったジャンルでどういったプレイしていただけるのかちょっとご説明いただいてもよろしいですか。そうですね、そもそも僕がテクニック系 DJ ではないので、まあ、最近世界的にも流行りつつある、日本でいうと、まあ、クラブ六本木にあるオクタゴっていうクラブとか、まあ、ビゼルっていうところとかが、まあ、最近よくやってるサイトランスっていう、まあ、昔だったサイケデリックトランスの EDM っぽくなった感じのサイトランスっていうのがすげえ世界的に流行りつつあるんで、このあたりをちょっとプレイしてみようかなと思います。はい、はい、では早速準備の方に行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よし、
晴らしい。今日の今のプレーのこだわりとかあるでしょうか、先生。そうですね、僕的にサイケオンリーのイベントやったらちょっとまだあんま受けないんですけど、まあ、オールミックスの現場とかでかけるべきサイケをさせてもらったという感じです。なるほどですね。最近の CD データ、イヤホンつけなくてもできるんですけど、つけるようなんですね。まあまあでも即席やったらちょっと現場感で、あ、ちょっと荒っぽくなっちゃいましたけど、いや、次のプレーです。なんでまた曲気に入った人はクラブでぜひかけてもらえたらなと思います。ありがとうございます。はい、ということで吉井ワイザーさんのプレイしていただきましたけど、DJ みさきどうでしたか。とりあえずプレイちょっとね、荒っぽかったけどね。まあまあ、もちろん即興でね、やってみて現場ちょっと荒々しさが出たんじゃないかな。丁寧にやるのも重要ですけどね、ライブ感がすごく DJ の人が重要なんでっていう感じです。はい、では続きまして DJ 三崎さんのターンということで、 DJ 三崎さん何してくれるんですか。今 TikTok で流行ってる2曲を2曲するんやったらこういう風にした方がいいんじゃないですかっていう、なんかちょっと解説チックな感じですね。プレイっていうよりかはご提案ということ。そうですね、ご提案ですね。神話コーポレーションですね。はい、ご提案がございます。ちょっとわかんないですけどね。はい、行きましょうか。ということで、はい、じゃあ始めていきます。はい、はい、今 TikTok で流行ってる、あのちゃんの曲ですね。まあ、この曲が結構流行ってるんですよ。かわいい。なんか中田泰孝さんを彷彿とさせる感じですか、これは。確かにメロディーとかっぽいよね。一瞬パンパンパンとかある。ああ、確かに確かに。そこら辺僕調べきれてないですけど、はい、藤丸くんが調べてくれます。もしかしたら中田さんかもしれない。はい、説で、もう一つがスラムダンク、最近去年の末に公開されまして、その曲が今 TikTok も結構使われてるんで、その曲をちょっとチョイスしました。世の TikToker たちが使ってるんですね。そうですね、これですね。これですね。まあ、この曲ちなみに DJ 三崎さんは、バスケットボール大好きということで。そうです。バスケ部よね。あ、違う、サッカー。バスケ部です。天才プレイヤーです。テクニックが。そうね、ダンクできるもんね。余裕っす。めちゃくちゃ余裕っす。そのスラムダンクが見ましたか。見ました。どうでした。めっちゃ良かったですね。ああ、そうです、はい、感動したってやたら聞くんですけど、感動、そうですね、感動っすね。その劇中の中でこの曲が流れてくるんですけど、入れ方がもう最高っすね。この曲すごかったですね。うん、めちゃくちゃ良かったです。この曲もなんか、もともとアーティストは2年ぐらいかけて曲作ったらしくて、この映画のために、普段はそんなかけて作らないらしいんですけど、初めて2年ぐらいかけて作った。2年かけて曲がすごいね。なんからしいですよ、うん、はい、インタビューで言ってました。 YouTube に載ってると思います。とりあえず曲名で言うと第0巻っていう曲なんですけど、あのちゃんの方が中多様性っていう曲ですね。この曲2曲をちょっとミックスするとどういう風にしていけばいいのかなっていうので、僕なりにちょっと考えたんですけど、結構この右の第ゼロ感っていう曲が、そう、ここから TikTok で使われることが多いんですよ。なんでちょっとここから入れたら面白いかなと思って、ここに Q つけてます。で、この左のこのあのちゃんの曲からちょっとこの右の曲に行こうかなと思ってるんですけど、ここがサビっすね。ここがサビなんで、ここからちょっとミックスしていこうかなっていう感じなんですけど、まあちょっと複雑なミックスしてもちょっとみんな使えないんで、ボタン一つで押してミックスできる、ちょっとシンプルなミックスでやってみようかなと思ってます。はい、まあカットインですね。はい、で右のこの何でか分からんけど、このサビのここから、この曲のここで変えたいと思います。はい、はい、でいきますね。フィルをうまく抜けとフィルをうまく使った感じです。そうですね。どうですか、さん。一言だけ言いたいのは、おっさん二人の絵面で今流れてる曲ではない。まあそうですね、あのちゃんですね。あの皆さん低評価はやめてください。あのちゃん、おっさん二人の絵面で聴く曲ではない、はい、ないですね。はい、まあ、ただね、10代とか20代の方に向けてちょっとチョイスはしてるんで、提案ですね。提案です。はい、はい、普段こういうのはクラブで書けないんですけどね。はい、で、まあこれのポイントとして、さっきも言った通りこの抜けですね。ここもたまたま抜けてるんで、
まあ、ここを使って、まあ、あとは TikTok 自体もここから使われてることが多いんで、まあ、例えばなんかクラブじゃなくてもどっかでパーティー、ね、パーティーで DJ するってなってもこれみんなが普段聴いてるところからかけた方がまあ分かりやすい。なるほど、はい、なのでまあ、これが頭なんですけど、まあ、こっから繋いでもいいんですけど、まあ、普段みんなが聞いてるところからあえて繋ぐっていうところと、まあ、あとはあのちゃんのやつなんかね、アゲアゲな感じなんで、このサビ終わってこの頭繋いじゃうと多分ちょっと落ちちゃうというか、なるほど、うん、テンション落ちちゃうんで、まあ、それ維持するって意味でもこの抜けからボタン1個でこれ。でもタイミングずれたらどうするんですか？タイミングずれないように練習しましょう。あ、なるほどね。そうなんです。だからタイミングずれたらどうするんですかってみんな思うと思うんですけど、これはね、練習した方がいいですね。あ、はい、まあでもまあ抜けやから最悪ごまかせるっちゃごまかせる、ね、まあそうですね、エコーとか使ったらね。あ、そうですね、エコー使った方がいいです。あとはまあこの1番目今サビで変えましたけど、うん、まあ、2番目のサビ綺麗にサビで抜けて終わっちゃうんで、まあ、ここに合わせてパッて入れた方が簡単っちゃ簡単ですね。ちょっとこれ1回やってみます。そうですね、まあこういう感じで入れてあげると聴いてる人のテンションも維持できつつミックスができるんで、まあ、ただデメリットで言うと、まあ、ちょっと2番目のも後半から入れてますんですぐ曲終わっちゃうんですよ。なのでまあ一つ提案としてはもう1曲左に同じ曲入れて、で、まあ、頭から繋いでもう1回頭戻してあげるとか、まあ、もしくは別の曲をもうすぐまたコードの技術ですね。そこれコードの技術ですね、はい、一応まあ普段僕はこういうこと結構やるので一応こう一つ提案ですね。もう同じ曲左に入れてこっからまた普通に繋いで頭戻してあげると、はいはい、かもしくはこの曲もうすぐ終わっちゃうんでその次の曲をまた新たにもう一個用意しといてすぐ繋ぐっていう感じで一曲次の曲を選びつつもその次の次までこう準備しといてやるっていうのは非常に結構クラブとか人前で DJ やると結構重要じゃないですか。2曲先まで考えるっていうのはあんま考えないですか？結構考えますね。あ、考えるんですね。むしろ結構ね、はい、10曲先ぐらいで考えます。あ、もうすごいですね、はい、もうめちゃめちゃ未来を未来予知して予知してますね。僕そこまでできないですけど、まあそういう感じで先を読んでね逆算していって選曲するっていうのはすごい重要なんで、はい、まあそれをちょっとじゃあ一曲一曲でやる場合どうなのかっていうのをちょっと解説しました、はいはい、結構すごい現場ライクですけど、はい、以上こんな感じでございます。ありがとうございます、はい、素晴らしいですね、はい、ありがとうございました。はい、ということで皆さんありがとうございました。まずは素晴らしいプレイいただいて、じゃあお互いのプレイを一言ちょっとずつこう感想をパッといただいて、さっき言いましたけどね、はい、はい、まあ、さすがですね、さすがの一言また教えてもらいます。また教えてもらいます。はい、先生、ありがとうございます。ね、やっぱおじさんになってもやっぱ若い子に向けた選挙をするっていう、はい、僕はあなたより年下ですからね言うて、慣れないことをね言うとワイザーさん笑っちゃうっていうね、はい、ありがとうございます。はい、ということで、動画最後にですね今年の FT の動きっていうところをですね総括していただけたらと思いますので、 DJ 三崎さんよろしくお願いします。はい、まあ2023年もあのしっかり、パワーアップしてですね進んでいけたらなと思うんですけど、まあその一つとして、まあ、レッスン、まあ、レッスンの予約が今ちょっと取れづらかったんですけど、これ体制を整えたりですとか、あとはまあそのレッスンの内容自体クオリティもそうですけど、まあいろいろこうパワーアップしていけたらなと思ってるので、また詳細決まったらそこはねいただくんですけど、まあこう準備をしている段階でございます。はい、まあ DT もね、去年から部屋また別にしたので、そうですね。はい、あの DJ はこっちでやって、DT もこっちでやってっていう風にもう同時で並行して進んでる、まあもう実際に結構やってますね。DJ こっちでやってこっちでやって。で、かぶること。ああ、そうですね。まあ、夜やっぱり仕事終わりの人とか通ってる方が非常に多いので、かぶることあるのかなと思います。DJ 同士のレッスンも今ちょっとかぶってるというか、こっちでやって、こっちもやってる。2つブース置いてやってるんですけど、前までは完全マンツーだったんであんまり合わなかったんですけど、やたら靴並んでることが最近多くて。まあ、スクラッチコースも今ここでやってますんで、スクラッチもこっちでやって、DJ レッスンもこっちでやってみたいなことも今、同時に並行してできます。また別で、今、FT 通っていただいてる方々のイベントの企画っていうのも、ニューホライズンっていうのをずっとやってるんですけど、またそれをまた拡大するじゃないですかね、まあ、場所変えたりとかいろんな取り組みを今年もずっとできていけたらなと思うので、それも今計画しております。なのでまたでき次第からやっていただこうかなと思ってます。またそれで並行して卒業生のサポートですね、まあ、今先生も一緒にね毎月実は出てもらってて、そうです、まあ、逆に僕は出てないんですよね。新宿だ。ああ、そうですね、まあ、出てもらってます。今2人と一緒に出てもらってますね。そうです、まあもう1名増え増やしてもそうですけど、あとはまあ三津先生、風先生
一緒に出てもらってます。僕以外の先生がみんな出てるっていう状況ですね。まあ、そういう意味でうちの講師のメンバーの方々ですね、全員現役の DJ です。週末平日とはクラブで DJ してますので、先生と一緒に DJ 出る現場も2人ご用意しております。もちろん、ね、自分でやったりとか卒業生でも活躍してる人がいる、まあ、そういう人たちもたまにね、払ってもらって、まあ、もしこの動画見てちょっと受けたいと思っている人は概要欄に LINE のリンクがあります。登録してメッセージを送ってもらえればすぐ予約できますので、ぜひ登録してみてみてください。はい、何か補足ありますか？特にはない。あ、ないんですね。はい、特にはないです。あ、ありそうな顔してましたけど、まあ、ダンスミュージック DJ した人は僕に言っていただければ。あ、おめでとうございます。ああ、そうですね。はい、はい、確かに吉上田先生と一緒に出れると。そうですね、たまん持ちからすごいですね。社長みたいな。まあ、それぞれはい、ありがとうございます、はい、こんな感じで FT2023 年も走り抜けていけたらと思いますので、はい、皆様今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。